ください。まずはポールポジション、川崎1番北川選手、2コース高潔選手、3コース宇津井選手、4コース佐藤選手、5コース飯塚選手、6コース伏本選手、7コース小松選手、8コース長崎選手、9コース鈴木選手。はい、それでは、コースオープンです。選手一周回ってですね、スターティングリッドにスタンバイしてください。はい、ブラックマンを受けてました。EP フェーザー。オープンクラス、決勝 B メイン。それではスタートいたします。ブラックに注目。ブラックダウン。はい、スタートを切ってきました。8分間の終点です。決勝 B メイン、ラストのレースになりますね。さあ、上位3台が決勝 A メインカードのグランドファイナルの立ち上がりやっております。風ゼッケン2番のマシンがトラブル、高潔選手のマシンでしょうか。さあ各社2周をクリアしています。風ゼッケン1番北川選手がレースリーダー、2番手に風ゼッケン5番飯塚選手、今の走行時間は1分30秒になります。1分30秒。各選手ね、追い抜く際にね、前の車を、追突していることがないようにクリーンなレースをお願いいたします。残り6分。コース、大丈夫ですね。はい、コースがクリアで大丈夫です。時間はまもなく2分30秒経過します。川崎1番北川選手は現在これで10周クリア。2番手は川崎7番の小松選手ですね。その差は約、はい、4秒ほど。3番手に川崎県3番は臼井選手、2番手から遅れること約2秒、そしてそこから1秒後方に4番手川崎県は飯塚選手が浮上。計測ライン出口で1台、はい、大丈夫です。コースをクリアです。さあ、この組ファーストは川崎県5番の飯塚選手、13秒739をマーク。さあ、3番手の臼井選手との差をじわりと詰めてきました。約1秒。
さあ折り返して4分を経過しました。北川選手、川崎県1番は現在18周年、さあ2番手の駒選手の差約2秒、少しその差が詰まってきたが、トップと2番手、さあトップは川崎1番北川選手、2番手7コース小松選手、残り3分。さあ現在決勝 A 面勝ち割り圏内1コース7コース3コースとなっていますね。北川選手を筆頭に小松選手、臼井選手、ここまでが現在の勝ち割り圏内、その3番手の臼井選手を追って現在4番手そこ中5コースの飯塚選手、その差約2秒。さあ走行時間6分を経過しました。レース後半戦に入っています。さあ時間の方まもなくあと10秒ほど7分を経過します。さあ、まもなく残り時間15秒になります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、タイムアップ、レース終了です。フィニッシュ。さあ続々とゴールしていきます。はい、全車ゴールしました。トップゴールは川崎1番北川選手、2番手7コース小松選手、3番手3コース臼井選手、1コース7コース3コースは後車検がありますのでお越しになってください。以上をもちまして
決勝 B 面まで全て終了となります。お疲れ様でした。14時55分から決勝 A 面の選手紹介に入っていきます。14時55分ですね。15分後、ヴィンテージバギークラスの決勝 A 面のレースに移っていきます。なおですね、今走られた方15分後コースマーシャルになりますので、各選手スタンバイをお願いいたします。